図書館の使い方について今回は動画を撮っていこうかなと思います。動画の目的ですね。最初に言った通り、図書館の使い方について紹介していきます。図書館ってどういう場所だと思っていますか。 図書館はね、えー、ただで本が読めるからラッキーと思っている人もいるかもしれないんですけど、ん、ちょっとね、まあ、それは違うんじゃないかなということを、この動画ではね、伝えていこうかと思っています。まあね、もちろんね、図書館っていうのは、まあ、ただで本が読めるところなんですよ。まあ確かにその通りなんですよね。でも、本っていうものは購入して読んだ方が頭に入ると思うんですね。と思う。 ただね、えー、これは、えー、図書館で借りた本でも、うんと、自分で購入した本でも、どっちもちゃんと読めるよって人はあります。それはね、まあ、相当人間レベルが高い人ですね。もしくは、あのお金がありすぎて、本題ぐらいの出費では、お財布が全然痛まないような、まあ、人ですね。まあ、そういう人ってすごく少ないんですけど、まあ、そういう人たちは、うんとまあ、どんな本であれ、えー、人からもらった本であれ、自分が購入した本であれ、えー、図書館で借りた本であれ、全部ちゃんと読むことができます。でもね、えー、ちょっとね、難しいですね。 えー、僕たち一般人はねもうほんとね本を購入した場合と本を図書館で借りた場合だと、まあ、全然ねその読み方が違うんですよね、まあ、ぜひやってみてくださいこれもうどちらの方が時間をかけて読むでしょうってねやってください本当にに悲しいことにねもうほんとに、まあ、ほんと一般人の僕たちっていうのはもうお金というものに支配されているので出費の痛みってやつが、ね、ないと、えー、物とか体験を大切にすることができないんですよね悲しいことに まあ試行実験をしたらわかると思うんですけど、じゃ自分でお金を貯めて、まあ、購入した、まあ、iPhone とかね、10万円ぐらいするスマホと、まあ、9時か何かで当選、iPhone 当選しました。で、無料で手に入れることができました。さて、どちらを大切にして使うでしょうかって話なんですよね。まあ、絶対それはさ、あの自分で金貯めて購入したやつじゃないですか。 絶対そう絶対絶対,絶対じゃないな絶対じゃないけど、まあ、ほとんどほぼ <laughs>、えー、人間レベルがね高い人とかお金がありすぎる人以外はもうその出費がすごくね関係してくるんですよね。はい、で図書館のね正しい使い方なんですけど、えー、それはですね 買うべき本を見つけに行く場所なんですね、えー、とこれはね前回の動画をね参考にしてもらいたいんですけど前回の読むべき本の見つけ方って紹介したようにまあね本をピンと来るものとピンと来ないものって選別していくんですよね。でピンと来るものをまあ購入するなり図書館で借りて帰ってでそのピンときた本の中からさらに選別していくんですよね。えー、読むべき本と読まない読まないべき、まあ、読まないとか読むとかそれはあの自分にとって 今読むべきかどうかであってその本に価値があるとかないとか言ってるわけじゃないですよ。えー、本には大体すべて価値があるんですけど、えー、価値があるけれども自分にとってはまだねレベルが高すぎて読めない本っていうのはたくさんあるわけなんですよね。まあその中から、えー、自分にちょうどあったレベルのいい感じの本を探していくっていうのがとても大切になってきます。で、えー、図書館の中図書館で借りた本の中からあこれはいいぞという本を見つけたらそれはね購入しましょう購入してください。えー、その 作者さんにもね、えー、その本を書いてくれた人にも感謝をするために、えー、本は購入しましょうそしていつでもねどこでもどこでもないな、まあ、いつでもすぐに読み直せるように家に置いておくことがね大切になりますやっぱりね一度読んだだけだったらそれは、えっとまあ、そこまでいい本ではないですよいい本というものは、えー、もう一度読みたくなるような本ですから、えー、すぐに読み直せるように家に置いておくことがいいなと思います ということで、今回はね、図書館の使い方について、ね、説明してきました。まあ、図書館がね、家の近くにある人っていうのはすごくラッキーだと思いますね。えー、どんどん有効活用をしてください。まあ、図書館が家にない方は、やっぱり前回の動画で紹介したように、まあ、大きな本屋さんに行って、とりあえず自分のね、えー、興味関心がある分野から攻めていくのがいいかなと思います。ということで、今回の動画は終わりになります、えー。参考にしていただけたら幸いです。はい